諏訪来宮教法元年9月10日は、江戸時代の旗本。品の国諏訪藩二代藩主、諏訪忠恒の三男。三代藩主、諏訪忠春の弟。母は、吉田氏。性質は、坂部広慶の娘。五歳は、青木吉継の娘。官位は、十五位下、津島守、意気守。通称は江門。養子を迎え、岡田吉継の三男。 来を長男とし、兄来影の次男、来福氏を次男とする。女王3年11月10日、将軍、徳川家綱に配越する。明暦3年3月25日、兄の忠春が家督を相続した際、同国筑馬軍戦国を分置され、寄り合いに列する。漢文3年11月19日に御書印版、天名元年1月11日、御古書組頭となる。 天那2年4月21日上野国欧羅軍、下付国阿蘇軍に500国加増される。元禄3年7月16日霧間の番頭、元六6年8月9日小府審となる。法永3年11月27日日致死、京方元年9月10日に江戸で死去、京年73、白金の隋清志美少院に葬られた。子孫は幕末まで旗本として存続する。 ありがとうございます。